お疲れ様です休みの日は仕事のことを忘れるようにすればいいと聞きましたが王子はどう思いますかうんと、えー、休みの日は仕事のことは絶対考えた方がいいです。えー、今おっしゃってる方があ、今質問いただいた方が言うように、休みの日は大体の人が仕事を忘れて、えー、プライベートを満喫しようとしています。そういうね、みんなと同じようなね、まあ、ある意味しょうもない人生でいいんだったらそれでいいと思います。でもこのね、放送を見てくれてる人っていうのは何か変えたい、一歩踏み出したい、成功したいという人が多いと思うんで、そういう方に向けて言うんであれば、えー、休みの日も仕事のことを考えてください。仕事 ことのこと、会社のことを考えてください。そして、自分のキャリアアップを考えて欲しいですよね。うん。 なんでかっていうと、ライバルが休んでる間に仕事のことを一生懸命考えれば、仕事と会社に評価してもらえるかもしれないし、もっともっとキャリアアップのことを考えれば、将来自分が転職するとき、もしくは起業するときに役に立つかもしれない。うん、そうそう休んでる間にいかに努力できるかっていうのは大事なんですよ。すごいアナログ的かもしれないんですけど、実際そうなんですよね。人間の時間っていうのは1人24時間しかないんで、その中で、ね、お金持ちになれるかどうかって、どういうふうに考えてると思いますえっ、ー、とね、僕はね、相対的なものだと思うんですよ。相対的なものだ と思うんですなんで相対的に努力をした人、まあ、お金持ちの才能お金持ちになれる才能があるとかいろんな要素があると思うんですけど僕は努力をした人がお金持ちになれると思ってます、うん、逆に言うとみんなが努力してなければちょっとの努力でお金持ちにすぐなれる逆にみんながある程度努力してる,してるんであればもっと努力しないとお金持ちになれない僕はそういうふうに相対的になれる、えー、相対的に決まると思っていてなんで,でかっていうとやっぱ日本の紙幣流通量って一定じゃないですかお金って一定の額しかすすられてないんですよでそれを言って言葉はあるけど取り合ってるんですよ、ね お金,お金、まあ、例えば1兆円、まあ、仮に分かりやすく1兆円ね、えー、日本の姿勢が、もっとあるけど分かりやすくですよ、1兆円あったとしたら、その1兆円をみんなが取り合ってるんですよ。で、取り合ってるっていうのは、いろんな仕事をして対価をもらうわけなんですけど、そこの、えー、とパイをいかに取れるかっていうのがお金持ちになれるかっていう考え方なのかなって、僕は昔から結構思ってるんで、相対的にどうかっていうのをすごい考えるようにしてます、絶対的じゃないんですよね、お金っていうのは。